遊戯王カードもですね、25周年の。残すは、残り2箱ですね、とうとう。いやー、全然当たんないですね。全然当たんないです。もちろんスペシャルカードと交換できるトークンは当たらないのはね、まあ当たんないだろうなと思うんですけど、いやー、他になんか僕が欲しがってるカードも全然当たらないんですよね。ブラックマジシャンの25周年シークレットレアがね、欲しいんですけど、全然当たんないです。ちょっとあれ、切るやつ持ってきますか。あともちろん、ブラックマジシャンガールの25周年記念のシークレットも欲しいんですけども、全然当たる気配がないですね。なんでだろう。はい。まあ気を落とさず回復していきましょう。まずは、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、 はい、15パックですね。回復していきましょう。いやー、当たんないけど、はい、当たんないけど開封するの楽しいですね。いや、子供の頃はね、こんなんできませんでしたから、もう一パック一パックが命がけでしたから、命がけというか、まあ1パック2パックずつぐらいしかね、買えなかったですから、昔は。それが今やね、その箱ごと買えるっていうね、すげえなと思ってます。はい、だから子供の頃できなかったことを今やってるって感じです。あ、はい、25周年記念のシークレットが入ってますよ。何が来るんでしょうか。さ、なんだこれは。はい、なんか当たり、何かわからない。これでもコスト3か、星3で出せるのはすごくいいですね。まあちょっと子供の頃とルール変わってるかもしれないですけど、生贄なしでできるんですよね、星4以下だったら。はい、まあとりあえず、うわー、でもちょっとダメでしたね。これじゃない。求めていたのは。はい。マジシャンズナビゲート。はい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 。まあでも昔はですね、ほんとキラーが入ってるだけでも、すごくありがたかったからです。ありがたい感じでしたからね。まあ、このパックはね、キラー確定。お、融合懐かしい。なんかミニ四駆みたいなのが出てきた。こんなね、すごいピッカピカのカードとかね、ほぼ出てこなかったですから。おー、ローリエ。さあ、どんどん。まだアルティメットレアもまだ出てきてないですね。あ、アルティメット来た。あ、つうか、これのウルトラレアバージョン。
ウルトラレアバージョンが。さあ、何が来たか？これもちょっと僕知らないやつですね。はい。残りは、それぞれ、25周年シークレット、アルティメット、1枚ずつ、まだあるはず、調律来た。マスクチェンジ。はい。あー、来た。25周年シークレット来ました。さて、問題は何が来るかなんですけども。なんだ。はい。やっぱむずいわ。むずい。欲しいの来ないわ。サクサクやりましょう。まあ、トークンが来る可能性もね、ワンチャンあります。全然来ないなぁ。はい、アルティメット。うわぁ。この回は外れや。ジャスミン。はい。2箱目もう行きますか。この流れ、あんまり良くないぞ。はい、1箱目。微妙な感じでした。はい、2箱目行きます。もうこれラストですね。僕んち。あるのもこれ最後の1箱です。いやー、街行ってもね、もうほぼ全然売ってないんで、買いに行っても、お店に行っても。もうこれ、ある意味ラストですね。しかも値段高いんで、これ2箱買うと2万円ぐらいです。2万円 ?1 箱5000円ぐらいなんですよね。だから2箱で1万円ぐらい、1万円超えるっていうね、金額帯なんで。お金的にもね、もうこれ以上、かけるとやばいというね。はい、まずチェックですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 はい、15バックあります。いやー、当たる気がせん。恵みの風。なんか絵柄はいいですね。はい。まあ、こんだけカードあったら、ちょっとデッキ、作ってみようかな、久しぶりに。はい、はい。シューティング、ライザードラゴン。さあ、どんどん引いていく。でもデッキ作るんだったら、まあ、構築済みデッキを一回。あ、アルティメットレア。はい。なんか絵柄はいいですね、キャラクターも。閉ざされし世界の。名シーン。